こんにちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オクトスピードです。今回はスプーンのシビックハッチバックを紹介します。シビックといえばやはり真っ先にイメージするのがタイプ R。 現行のシビックタイプ R もすごい人気で生産が追いつかないため現在は受注を一時停止しています。でもシビックタイプ R だけが走り屋の車ではありません。それにそもそもシビックタイプ R は値段が高い、さらにハイスペックすぎて公道でそのポテンシャルが全て発揮されているとは言い難い。言ってしまえば宝の持ち腐れになっている可能性があるということです。それならばそのシビックに手を入れてタイプ R を追っかけ回すような仕様にしちゃった方がコストパフォーマンスが高いし何より面白い。そんなコンセプトの車を本当に作っちゃったのがご存知スプーンです。シビックハッチバックをベースにスプーンらしいチューニングを施しています。今回はそんなシビックハッチバックを2台紹介します。その2台とは仙台と現行型です。まず1台目の FK7 型は10台目のシビックです。エンジンは L15C 型 1.5L 直列4気筒 VTEC ターボ、最高出力182馬力、最大トルク 24.5kg、トランスミッションは6速 MT と CVT、サスペンションはフロントがマクファーソンストラット、リアがマルチリンク。この FK7 型の特徴は何といってもその見た目。フロントもリアも非常にゴツゴツしたデザインでガンダムデザインとも呼ばれています。よく言えばスポーティー、悪く言えばちょっと子供っぽいデザインと言えるでしょう。次に2台目に出てくる FL1 型は11台目のシビックです。エンジンは仙台を踏襲した L15C 型 1.5L 直列4気筒 VTEC ターボ、最高出力182馬力、最大トルク 24.5kg、トランスミッションは6速 MT と CVT、サスペンションはフロントがマクファーソンストラット、リアがマルチリンク。エンジンは仙台と同じですが出力特性は改良されています。加速時の応答性の向上と高回転域でのパワーをより出させる方向へチューニングされています。またガンダムデザインは変更されスタイリッシュで大人っぽい車へと変わりました。スプーンがこの両車を一体どのようにチューニングしているのか非常に気になります。パワー部分を見てみても仙台のタイプ R で320馬力、現行型で330馬力出ています。182馬力しかないノーマルシビックをどこまでパワーアップできるのか早速見てみましょう。それでは FK7 型、FL1 型2台続けてまとめてどうぞ。持ってきた仕様っていうのはシビックハッチバック用 FK7 用のビッグタービンになります。これは新しく開発をしまして、今ポン付けの状態で270馬力までノーマル実測値からプラス100馬力まで出せるようになっています。中低速のトルクからかなり強くなっているので、ミニサーキットから比較的ミドルサイズのサーキットまでカバーできて非常に楽しい車に仕上がっていると思います。インジェクターとか燃料ポンプはそのままノーマルのままです。コンピューターはホンダータ、もともとホンダータで制御してたんですけれども、タービンを変えてもそのままデータの変更だけで十分賄えてますね。タービン自体もノーマルと同じフランジを使ってるので、本当にもうボルトオンでポンポンと入れ替えるだけ、そういうタービンになりますね。お手軽チューンの一つになってくれればいいなと思ってます。やっぱり速い、やっぱりターボの力はすごいね。やっぱパワーもね、かなり出てると思うね。スタートすると4点回したらもうホイールスピンして出ていかないから、レベルが6500までビシッと回るんだけども、下が速いね。やっぱ下がものすごく速い感じ、まあ250ぐらい出てるんだけども、上の方に行くと少しやっぱり加速がやっぱちょっと鈍くなっていくから、これはね峠だとかサーキットだとか
そういうところって速く走るためのセッティングなのかなって気がするね。実はタービン売るのって僕ら初めてなんです。ホンダってやっぱり NA でずっとやってきて、この FK7 10代目シビック頑張ってやるぞって気合い入れて作った初めてのタービンなんで、実はあまりこう得意ではないんですね。ですんで今回はタービンメーカーさんにいろんなことを教えてもらって、それで僕らも実際にダイノパック上でのテスト、あとは実装のテストを繰り返して、一番いい仕様っていうものをテストを重ねて作り上げました。ハウジングとかはノーマルを使ってはいるんですけれども、中身のコア自体は大きいものを使っているので、ハイフローよりもさらにパワーを得られることができるようになりました。まだ限界まで攻められてないんで、できればやっぱりタイプ R を追いかけ回せる仕様、どんなところでもタイプ R をもう食っちゃうぞみたいな、そんな仕様を目指してます。シビックのハッチバック FL1 型を持ってきました。この仕様っていうのはストリートチューンですね。ユーザーさんが気持ちよく楽しく走れる仕様というのを作ってきました。内容としてまずはダウンサス、スプリングだけ変えて、ダンパーはノーマルのままになっています。ダウンサスのダウン量だいたい20から25ミリのダウン量になります。でバネレートっていうのはノーマルからだいたい 15% から 20% ぐらいのアップになっていて、乗り心地は、ね、あまり硬くならずしなやかに動く足っていうのを目指して作ってるので、そういう足に仕上げてきてます。それからブレーキ、車重の割にブレーキサイズがちょっと小さいんで、そこはやっぱり大きくしてあげないとブレーキもうちょっと欲しいなっていうのはあるので、そこは大きくしています。あとパワーですね、吸排気っていう部分でエアクリーナー純正交換型、やっぱりホンダの吸気系っていうのは非常に優れてるレイアウトなので、やっぱりノーマルのエアクリボックスは残したまま中低速犠牲にせず、それで上も気持ちよく伸びる。で排気側マフラーですけれども、フロントパイプから全てテールまでがセットになっている N1 マフラーキットっていうのをつけています。でこれはもう車検対応品というそういう仕様になってます。コンピューターチューンで250馬力まで上げているので、街乗りも含め中低速からパワートルクが出てくるので、すごく乗りやすいマイルドな味付けになっています。あと機械式の LSD を使って、そのパワーを効率よく路面に伝えられるように、そういうチューニングを施してあります。この LSD なんですけれども、クラッチプレートに特殊な加工表面処理をすることで、コーナーでアクセル踏んだ時の頭の入り方がもう全然違います。なのに快適性が残っている今風な味付けをしています。それっていうのはサーキット走るユーザーさんだけじゃなくて、街乗りの方にもおすすめできるんですか？そうですね、やっぱり FF って意外に LSD があるとないとじゃもう全然動きが変わるんですよね。だから街乗りでもおすすめできる、そういう快適なものを目指し、でもサーキットじゃダメなのかというと、サーキットでももうものすごくしっかり効果が出るので、ぜひ体感していただきたいと思います。今回の仕様っていうのは完全車検対応品で固めてあるので、もうこのまま乗ってください、そうするとすごく楽しく気持ちよく走れますよっていう、そういう仕様になっております。これからここの峠道を山田さんにテストしてもらいますけれども、とにかく足の動きの良さっていうのをやっぱ感じていただきたいですね。あとはパワーのフィーリングとか、乗ってちょっと楽しいなって思えるか、そういうところ評価していただきたいと思ってます。ないよ、ほんとしびれるよねまあでもすごい扱いやすい、そんな跳ねないし、このコースでもすごいトラクションもかかるし、
ちょっとトルク感ないんだけど、やっぱりこうその辺のブーストの、かけ方をうまくこう利用すれば、フロントがデフも入ってるんで引っ張ってくれるんで、やっぱりその辺のこうそのデフとサスペンションの動きと、曲がるバランス、荷重移動に対しても曲がってくれるんで、本当この車はもう一番乗りやすい。この車のノーマル乗ったこともう記憶がないけど、160馬力とかそれぐらいしかないらしいんですね。ただタービン変えることなく、やっぱりスプーンさんのコンピューターで250馬力まで上がるんで、そこの差ってでかいよね。ターボでもかなりやっぱりこうレスポンスしてくれるので、逆にこういう路面でも合わせやすいで、パワーもちょうどいいパワーなんで、トラクションもこうかかってくれる。サスペンションもスプリングだけしかこう変わってないらしいんで、だからといって全然こう曲がんないとか、やっぱりこうなんかだらしなくアンダーが出るとかっていうのじゃなくって、気持ちよく走るよね。乗り心地もいい感じなので、快適な速い仕様かなっていう。でもちろんブレーキもやっぱりこうしっかり効いてくれるし、こういう峠には限りなくノーマルを進化させた感じっていうのがやっぱりこう合ってるのかなっていう、車の楽しさ、シビックの本来のそのスポーツ感っていうのがうまくやっぱり表現されてるんじゃないかなって。なんか山田さん今日真面目っすね。はい、いやいや、そんなね、あんたらにそのキャラを要求しても別に、そのそら車にもよるよ。俺は別に車はいいんだよ。お前らに対して嫌なだけで、ショップさんは別に何のあれもない。お前らの扱いがもうひどすぎるから、もうそれに対してイラッとしてるだけで。こう行動 FF 最強マシンといえばシビックタイプ R ということに異論はないと思います。でもそのポテンシャルをフルに使いこなせている人がどれくらいいるかといえば、半分にも満たないんじゃないでしょうか。それほどタイプ R のスペックは過激で、そのポテンシャルはズバ抜けています。そんな使いこなせない車に乗るぐらいなら、このスプーンシビックハッチバックで一般道を流す方がよっぽど楽しいんじゃないか、そんな風に感じました。確かにノーマルシビックとタイプ R は見た目こそ似ているものの、中身は全く別物です。シビックハッチバックをどんなにハードチューンしていってもタイプ R にはなりません。ですがシビックを楽しむ一つの方法として、今回のスプーンチューンは非常に参考になるものではないでしょうか。現行の FL1 型に関してはまだまだ開発は進むでしょうから、今後の展開も楽しみに待つことにしましょう。いかがでしたか。今回はスプーンのシビックハッチバックを紹介しました。ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードは、ビデオオプションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスして、より楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。